はい、名城機構越後平林市に来ています。ここは岩立の土塁という場所になって、入口から上がってくるといきなりですね、大きな鳥が目につくと。そうですね、高さ3メートルぐらいありますかね、ちょっとこの上に乗ったりはできないんですけども、まあ、ここに柵がありますからね、まあ、一応、立ち入り禁止とは書いてないですけど入らない方がいいです。でここがちょっと空堀、こっちの中クルアとかですね、別な場所はいくつかに分割して分けてますので合わせてご覧ください。まあ、ここのそのなんですかね、もったる部分だけでいう大きさだけでいうと結構大きな、一番大きいかもしれないですね。岩立て、立て、このような形ですね。ちょっとあの人工的に盛ったんであれば、まあ石垣こそないですけども、まあ、かなり、の防御ではないかと。まあ、ここはあのさっきあの資料館というかあちらで見たんですけども、まあ、多分あのかなり直してるというか後世にですね、要するに江戸時代にほとんど手つかずだったということですから、室町戦国時、戦国時代に活躍した、上杉氏家臣阿賀北州の色部氏によって築かれた城ですから、色部氏も越後から会津米沢と移ってますんでね、この地域はその後は一般もされることなくですね、まあ、村上藩といえば村上藩なんですけど、ここに何か陣屋とか、お城とか、そういうものを築くということではなかったんで、当時のものがですねそのまま残ってる。もうちょっとこうカニ格好になっててね、もうこれお城の好きな山城の好きな人にはもうたまらない場所ですよね。まあ、あの直してると言っても直したからこそこうよく見えるんでね、これありがたいことですよ。はい、いやこんなにねここにこれ空堀って言いましたけど、あそこに土橋みたいなのも見えますから、水が入ってたかもしれませんね。水が入っていたのかな、引いてきてるから、あそこが、あ、ちょっと高い、空堀か。ここは空堀だけだったみたいですけどね。まあ、水の入ってるところもあったみたいですから、まあ、ここから水を落としたのかな。まあ、流れがあったにしてもですね、ここ水が入ってたら、まあ、壮大な、城になってて、まあ、水堀っていえばね、越後のお城っていうのは、まあ、柴田城はちょっと近世大名の城なんでしっかり遺構が残ってますけども、こういった山城風のところでなかなか残ってるところがなくてですね、まあ、最近行ったんだったら蔵王道場ぐらいですかね、長岡藩長岡城になる前のあそこもお城なんですけど、そのなんですかね、蔵王権現がありましたけど、あの堀市のお城ですけど、しっかりですね綺麗な堀が残ってますけど、ああいうのように整備されて、まあ、神社とか周りにあるんでそういった関係もあると思うんですけど、まあ、これちょっと土塁ちょっと画面に入りきらないのが近すぎるっていうのもあるんですけど、もうこれはちょっとあれですね、土塁の大きさだけで言えば久野平城以来ですかね、山城では。あ、すごいですね。まあ、先週江戸城にいたんで、あのもう嫌ってほど石垣を見てましたから、これ土の城がなんか来たくてちょっと今日寄ったんですけどね。あともちろん村上城とか長岡城も行きますし、蔵王道場、それと柴田城、その辺は今回巡るんですけど、あ、これすごいですね。やっぱりこう、あの、なんで最近動画にしてるかって、その行ったところの写真はいくらでもあるんですけど、結局写真だと伝わらないと、まあ、動画でも伝わりにくいんですけど、まあ、まだ動画の方が、まあ、こういったおしゃべりもできますしね、こうだあだということを言えるんで、それとやっぱりこの写したいところをね、比較、同じ1分でもですよ、写真だとこんなところを分けて写したら数百枚になっちゃいますから、ここもねお城って言っても、あの特に大きな建物はないですけども、こういったあの本来の山城の雰囲気、非常にね、あ、天気も良くなって朝方あの台風 の、 あの天気予報の人みたいになってたんで、大変だったんですけど、風があるとね、あの声が多分朝の最初の入ってきたビデオは全然声飛んじゃって 何言ってんだか分かんないかもしれませんけど、撮り直そうかなと思ったんですけど、ちょっと時間的に無理なんで、ちょっとここを最後にしたいと思いますね。まあ、これだけ整備されて綺麗に残ってると非常に嬉しいですよね。周りもあのこう掘削というよりも伐採されてるんですね。それで見やすくなってると。もともとこの木は今雑木林みたいに見えますけど、こういう杉の木とかなんか木はなかったと思うんですよね、お城ですから。そこに建物が建てたわけですからね、こんな木があったら邪魔で建てられませんから、まあとにかくこういう場所ですと、ぜひ来ていただければと思いますね。はい、平林城の、岩立土塁でした。